赤レンガ倉庫と潮風が出会う街、京都府舞鶴市から参りました海上自衛隊舞鶴音楽隊です。日は沈みましたが、ありがとうございます。日は沈みましたが、まだまだ暑さが続いていますね。熱中症にならないよう、こまめに水分補給などしていただきつつ、私たちの演奏をお楽しみください。演奏は海上自衛隊舞鶴音楽隊。一方会北村よしひろです。そしてご案内は私、一方会士山本しおりです。どうぞよろしくお願いいたします。オープニングはアメリカ海軍制定行進曲怒りをあげてをスペシャルアレンジでお送りしました。続いてはムーンリバーをお聴きいただきましょう。この曲は映画音楽界の巨匠ヘンリー・マンシーニの作品で、オードリー・ヘップバーンが主演を務めたティファニーで朝食をの主題歌です。またシンプルながら美しい旋律は人々に愛されており、歴史的名曲としてアメリカ映画協会の発表したアメリカ映画主題歌ベスト100の第4位に選ばれています。ムーンリバーです。どうぞ。
ありがとうございました。次にお聴きいただくのはアニメ宇宙戦艦ヤマトのメインテーマです。今年3月には新作シリーズの映画が上映されるなど、原作公開から長い年月を経た現在でもとても高い人気を誇る宇宙戦艦ヤマト。私たち音楽隊はこの曲の必ずここへ帰ってくるとという歌詞に気持ちを込めて、護衛艦の出航時などによく演奏します。そんなヤマトを本日は三等海曹青山祐希の魅力あふれる歌声でお楽しみください。宇宙戦艦ヤマトです。どうぞ。Yeah.
お送りしてまいりました舞鶴音楽隊の演奏、お楽しみいただけましたか？ありがとうございます。私たち海上自衛隊では今この瞬間も世界中の海の上、空の上、さらには海の中など皆様の目の届きにくい場所で任務についている隊員がいます。音楽隊はそんな隊員の活動をこうして演奏を通じ少しでも多くの皆様と触れ合うことで伝えていきたいと考えております。これからも自衛隊の活動にご理解をいただくと同時にますますのご声援をいただけましたら幸いです。ここで演奏会の告知をさせていただきます。令和元年9月21日土曜日、大阪のザ・シンフォニーホールにおいて海上自衛隊舞鶴音楽隊ファミリーコンサート2019 in 大阪を開催いたします。普通の演奏会とは違った演出もある楽しい演奏会ですので、ぜひ会場にお越しいただければと思います。応募方法など詳しい情報は舞鶴音楽隊のホームページまたは舞鶴地方総監部ホームページに記載されておりますのでご覧ください。さて、舞鶴音楽隊の演奏は次がおしまいの曲となってしまいました。おしまいはマンボの王様とも呼ばれたペレス・プラードの楽曲からとびきり楽しいこの曲をお送りしましょう。マンボジャンボ。
黄昏コンサート2019、今宵はこれでお別れでございます。